では教科書ガイドですね、2年生はユニット3の定期テスト対策が今回の、ガイドの問題になります。はい、一番ですね、は学校の先生が、一番最初にね、予習っていう形で今英語ノートっていうのをみんなもらっていて、その日本語に対して英語っていうのでやってると思いますので、これはもう定期テストのための勉強っていうことで、先生が言った単語の意味ね、日本語を書くにしても英語を書くにしてもそういうふうにしてください。なのでここはさらっといきますね。1番、何々を学ぶ、これはOf course you can say I learn English, so learn ですね。 Number two, 現れる、 Wow, it appeared, 現れた、 What's happening, what appeared, 何が現れたの、はい、この appear というのがこれの意味ですね。次、知識、 Do you have a knowledge about something, about the environmental problems we have? なんていう感じでも使われますね。この knowledge っていうのは、知識ですね。で、この knowledge っていうのは当然この数えられないものです。 knowledge っていうのはね。次ですね、4番、必要な、 What is necessary to go camping? ね、何が必要なんですか、キャンプに行くにはっていう感じでも使えるね。 It's necessary to do this っていう感じで、何かするためにこういうことが必要ですっていうの時にも使われますね。それから explain、 今度は英語から日本語ですね。で、この単語テストの時にここ言われると思うんですけれども、まあ、通常この explain っていうのは何々を説明するっていう感じで、 Well, I explain about、our culture here in Japan みたいな感じで説明をするっていう時は、何々を説明するっていうふうに多分日本語の訳を書きなさいっていうのが多いと思いますので、この何々をっていうところまで一応ですね書いてください。これにあたる言葉がね、あの英語の中に入っちゃってるので、この場合は Number 6 sentence ですね。これはもう私がいつもこの授業でも言ってますけど、 Look at the sentence とか、もしその文が長い場合、いろいろある場合は sentences となります。次、number 7、develop。これはですね、もう本当にいろいろなニュースで使われている言葉なんですけれども、development っていうので、発展するっていう、発展っていう名詞でよく使われるんですね。で、これは develop っていう動詞なので、これもやっぱり explain と一緒で、なんとかを発展させる、発達させるっていう意味になります。この reason っていうのは理由ですね。I have some reasons to start running in the morning because I want to lose my weight とかですね、そういう感じの言い方もできますね。はい、それでは2番ですね。2番は穴を、埋めるパターン。これは、教科書の単語のですね、ニューワードの下にあった表現がほぼほぼここのテストに入ってきてますね。こういう、なんていうんですかね、まあ、慣用的にこういうものですっていうふうに覚えちゃうと楽ですっていうものがこのいつも2番に入ってくるんですけれども、1番ですね、由美によるとこの本は面白いらしいっていうことですね。誰かによるとこの本は面白いというふうにこの文章としては英語で書かれています。はい、何かによるとっていうのは、出てきましたね。これは according to ですね、 according to something ですね。だからここに来るのは according to Yumi っていうのが今入ってますけども、 according to the article、 その記事によればとかいろんなものが入ってきますね。さあ、これが1番。じゃあ2番ですね。 Number 2、 私たちは AI の時代に生きている。はい、一番最初の文が We are living っていうふうで、私たちは生きている。で、ここです。覚えてほしいのはここ inThe, in, the, something, something ですね。AI というふうになってますね。これももうこういうパターンで覚えちゃってください。In the age of というふうに入ります。これは in the age of という時代にっていうことですね、この場合。はい、そして number three。What do you want to be? はい、What do you want to be? これはもう小学生の時やってると思います。What do you want to be?
Well, I want to be a teacher. What do you want to be? I want to be a doctor. こんな感じでね、やってきたと思うんですけど、What do you want to be? この先ですよね。将来っていう言い方も、ここには、in the、何ですか ?future ですね。これはもう多分みんな知ってると思うんですけど、in the future。この前のこの the っていうのが入りますので、これだけ注意してください。これはみんなが思うところの、ね、どの人にも共通しているフューチャーっていう意味で、この the が真ん中に入ってきて、in the future ですね。次、私は英語を勉強し続けます。はい、この意味なんですけど、私は勉強し続ける。これは自分の意思として言っているわけですね。極端に言うと、特に根拠があるわけじゃない。ただ私がやるんだっていうふうに、自分を主語にした時のこの will っていうのは、強い意志という感じで訳されることが多いです。なのでまさにこの人は、よっしゃー、私は勉強し続けるぞっていうふうに言ってますね。そうするとこの I will something something で、この後 study、この人英語を勉強するって言ってるので、study English なんですけれども、ここ何が入るかっていうと、続けるっていう動詞みんな覚えてるかな？うん、それは、continue ですね。continue っていうのが入って、で、ここに何が入るかっていうと、continue。じゃあここまで、じゃあ書くとするね。continue。ちょっと小さいから書きにくいけど、I will continue。私は続けるんですって言って、何をって思うから、この、何をっていうこの補足してほしいっていう時に一番最初につくのは、to だったね。そう。だから、to study English することを continue するっていうことで、やっぱりこれがないとさ、意味がね、continue するって言われても、何を continue するのっていう感じになっちゃうから、これは to を使ったパターンですね。で、一番最後、ここにマイクからの、手紙があります。はい、この日本語でね、もうこれ定期テスト対策だから、ありますってきたら、もう日本語のこの定期テスト対策では、大体 there is, there are, here is っていうこれだけなんですよね。なので、この場合はここにありますっていうことなので、これは here is a letter from Mike ですね。これが there is じゃなくて、5番はここっていう場合は here、そしてこの letter の前にあがついてるでしょ。この is か a を決めるのはこの後ろのもので決めるっていうルールがあるので、 here is a letter from Mike っていうふうにあとは続いていきます。これが2番になります。では3番の問題ですね。3番は、2つの文章があって書き換えましょうというものですね。 My brother works hard っていう文章が前にあります。で、ここはもう今回やった不定詞のところの復習みたいな感じですね。My brother works hard. 私の、お兄ちゃん。まあ、お兄ちゃんか弟かどっちかわからないっていうのがアメリカのというか英語の文化なので、まあ、どっちかわからないんだけど、一応お兄ちゃんにしときましょう。ね、My brother works hard. 私のお兄ちゃんは一生懸命働きます。うん。働くんだね。ふーんっていうこの後に、なんでっていう感じがありますよね。このなんでっていうのを付け加えるのが、この後に家を買うためにというふうに出ます。はい。何々をするためにっていうふうになった場合は、この to を使うんでしたね。そして買うっていうことは buy。そして何をかっていうと家をなので、ここはもう、ここがこういうふうにアンダーラインになっていて、a house っていうふうになっているので大丈夫ですね。さあ次、number two. We often go to the restaurant. はい、私たちはよくレストランに行きますという文章。ね、なんでっていうことですよね。そうすると、これ、ここ書いてないんですけど、これも we often。ここはもう問題文に書かれちゃってるので、特に書かないで行こうと思ったんですけど、go to the restaurant ですよね。となって、この先ですよね。何をするためにレストランに行くのか、夕食を食べるためにというので、このディナーっていうのだけここに書かれているんですね。そしたらもうみんな大丈夫ですよね。ここに2つあったら、to eat ですね。
to eat dinner っていう風になりますね。なのでここは4問あるんですけど、全部この to 不定詞の問題になってますね。次 I'm excited、 これは絶対 to 不定詞いりません。 I'm excited、 何のために、何にっていう感じしませんかね。でそれが to なんでしょうかっていうと、野球場に来られて嬉しいって言ってる、誰かがこうね、その人を連れてきたのか、その人が行ったのか、とにかくわからないんですけど、もうこの野球場に来られたことが嬉しいのっていうふうに言ってる人に対して、この来られて嬉しいっていうところを付け加えたい場合に to come ですね。 to come to the baseball stadium というのが入っています。答えはもうこの線のあるところはこれだけですよ。 to come だけになってますね。 to come。そして次、I want water。 私は水が欲しいの。何のためにですよね。すると、to drink ですね。これも飲むためにということで、ここですね。で、これを、まあ、名詞形とか形容詞形とかって訳してますけど、まあ、一番最後のものっていうのは、まあ、飲むために水が欲しいっていうよりは、日本語で考えると、飲むための水っていう感じで、この to の方向はどちらかというとこの水の方向に戻っていってる感じになってますよね。水に戻っていってる感じ。この上の I'm excited to come、 これは何々をして私は excited しているっていうことなので、何々することっていうふうにもまとまらないですよね。そして名詞にかかっているわけでもない、もうこれ以外のは全部一応副詞的用語って言われるものです。何々をして驚いたとか、何々をして嬉しいとかね、 I'm glad to see you、 これも副詞的用法になってきますね。はい、さあそれで4番は今度は英文を日本文に直しなさいっていうものですね。読みます。 It's important to study history、 これは to study history っていうのがそうですね、何々することっていう意味ですので、勉強すること、歴史を勉強することは大事ですという文章になりますが、これ英語で考えると大事です、 important ですって言ってから何のことを、歴史を勉強することって、これが英語の順番ですね。次 I have a lot of homework to do、 これは私は持っています、何を持っているか、 a lot of homework、 たくさんの宿題を、で to do、 するためのたくさんの宿題をっていうふうに、この宿題に戻ってきてる感じになってますよね、これはね。なのでこれはみんなは一応形容詞的用語というふうに習っている to ですね。3番 I'm happy to see you again、 これはさっき説明した I'm happy、 何に向かってるの、 to see you again、 あなたに会えるということに向かっている、こういう感じなのでこれは副詞的用法になります。 We bought some potatoes and carrots to make curry、これもこの to make curry っていうのは何かをするためにっていうふうにこの人自身が向かってっている感じですよね。なのでこれも副詞的用法に一応なりますね。Some potatoes and carrots を買った、何のために to make curry となります。はい、 Let's write English sentences。 はい、それでは英語のセンテンスを書くところに行きたいと思います。ちょっとガイドがない子は結構ねハードルが高くなっちゃうんですけど、ガイドがある子はここに、英単語のチョイスが並んでいるんですね。ただこれなくてもね、できるようになった方が本当はいいので、なしでいきたいと思います。1番、私は昨日本を読むために図書館へ行きました。はい、この2本文を見てまずどれが主語かなっていうと私ですよね。そうすると I ですね。英語は I 行ったという動詞が来ます。どこへ行くという時は went を使いますね。 I went、 でその後どこどこへ行ったというのがまず入りますね。 I went to the library、 これで、図書館へ行ったという文章が完成します。大丈夫ですね。そしたらこの後何かが足りないですよね。 I went to the library、 何しに行ったっていうのが自然に来ますよね。なのでこの後にここですね、 to 不定詞の to、 本を読むためになので to read books です
ね。はい、本を読むために行くっていうのは、どの本っていうのは特にないんですよね。なので books っていうふうに複数形にします。そしてこの場合はここで文章が終わっていなくて、ここまでが括弧なんですね。ここはもう印刷されているものですね。 yesterday っていうふうになっていますね。なのでこの以下のところが後からこう、ん？何？何しに行ったの？っていうところがこれです。これの実は回答はここまでが自分で書くところになるので、ほとんどほぼほぼ書く感じですね。さあ2番は、アサミは何も食べ物を持っていません。うん、これはよく皆さんがね、喉が渇いた時に Oh, you want something to drink? っていうような言い方。 Or if you say when, I'm so hungry, you say you want something to eat? OK という感じになりますので、まずアサミちゃんが主語なので、アサミというのが主語ですね。アサミちゃん、そして何も食べ物を持っていないということなので、これは持っていない、 does not to have というふうになりますね。 does not to have。 でこの後なんですけれども、 something っていうのはこういう、なんていうんですか、会話表現の時には Oh, you want something to eat? とかそういう言い方をするんですけども、この書く時にですね、何かっていう時にはこの場合は否定文になっているので、ここね、Asami does not、 ここに否定文が入ると not っていうのがここに入ることによって anything というふうにこの something っていうのが変わるんですね。なので does not have anything、 その後ですね、食べるものなので anything に対してto が向かっていく感じ、to eat、 これが答えになりますね。 Asami does not have anything to eat。 If you want to say Asami has、 もし持ってるっていうんだったら Asami has something to eat っていうふうになりますね。はい、さあ次ですけれども、ここから駅へ行くのは簡単です。これは、簡単ですっていうのを先に言うっていうのでしたね。で、この easy っていうのを簡単っていうふうに言うためには、ね、英語は主語から絶対先に来ないといけないんですね。これ easy から言えないです。書く場合はね。言う場合は全然言えますよ。easy to go とか it っていうのは全然省くことができるんですけど、書く場合は it's easy というふうに言わなきゃいけないですね。で、it's easy 何がっていうことなんですけども、簡単です。ここ、誰がっていうのは特に入っていないので、これは、ここは誰々っていうのはないパターンですね。これは一般に言って、ここから駅へ行くのは簡単ですって言ってるので、it's easy。その後なんですけども、ここから駅へ行くことっていう感じの名詞的用法になりますね。そうすると、to、どうなるかっていうと、to go ですね。To go、 どこへ行くのか、 To the station、 ステーションへ行く、いいですね。 To go to the station、 駅へ行く。でどこから行くのかっていうと From、 一番最後のここは Here っていうのが外に出ているので Here という文章ができますね。 It is easy to go to the station from here となります。さあ、一番最後の文章、彼はその記事を読んで残念に思いました。残念に思うっていう時の英語なんですけれども、思うっていうのがあるので、think とか、ね、feel とかっていうのも皆さんの中にねあると思うんですけれども、残念に思うっていう時の言い方でみんなが一番知ってる言い方は I'm sorry to something、 なんか何かとても残念になることを聞いて Oh, I'm sorry to hear that っていう方はすごく多いですね。この場合の I'm sorry っていうのがまさにみんなの今言いたい残念ですっていうことなので、この場合はこれ今直しちゃったんですけど He になりますよね、彼なので。そうするとここ見てください。残念に思っているのか思ったのかっていう、この過去なのか現在なのかっていうところを見なきゃいけないんですね。で、もしね、この合点ルールを思い出す子がいたら、
この日本語の下にも、あ、これ過去形だと思ったら日本線を引いちゃえばいいんです。そうすると自分でこの問題を見て、このなんて言うんですかね、納得できるんです。あ、これ過去形だから He is じゃなくて He was だなっていうふうにまずここで思いますよね。で、He was sorry、 He was sorry ってなりますね。残念に思ったということで He was sorry。 その後ですね、その記事を読んでっていう方向に向かっている感じになるので、これは To read、 To read なんですか、その記事というのは The article というふうに言いますね。 The、こっちにここに書いておきますね。 The article、 これで合ってます。He was sorry to read the article。 これで合っていますね。はい、彼はその記事を読んで残念に思ったということになります。はい、英作文の時に大事なのは、この書かれている日本語が現在形なのか過去形なのかっていうことを間違えないこと、それから疑問文なのか疑問文じゃないのかっていうことを間違えない、そしてもう一つ、否定文なのか否定文じゃないのかを間違えない、この3つがやっぱり、英語のテストで一番間違えるパターンですね。日本語を勘違いして考えてしまうっていうことがありますので、日本語というのは英語と違って語尾です。だから一番最後の日本語が思いましたって言ってるのか思いませんでしたって言ってるのか、これはもうすごく大きな違いになりますし、あと思いますって言ってるのか思いましたって言ってるのかも違いになるので、この辺をしっかり押さえておいてください。 OK, thank you so much.